そう、お腹すいたみんな。このショールームしたらご飯食べます。ご飯食べてちょっと練習して YouTube 撮れたら撮りたい。間に合うこれ急がなあかんわ。ちょっと短い間ですけどありがとうございます。ショールーム来てくれてお疲れ、ありがとう。来てくれて遠くからありがとう、嬉しかった。アイス食べたらみんな知ってるやん、すごアイス一人に暮らしよ。そうなんですよ、今日はゆずはさんからとなぎささんからの差し入れでアイスが2つもあるんです。はい、ありがたいね、ありがたいねって。 あるよね、あれで何やったクセスゴグランプリで、ありがたいですね。知ってる？ お疲れ様です。お疲れんたん、ハートタンメマーボーさんとピロピロおじちゃんから。何味のアイス、まだ見てないんよ、まだ見てないけど、お二人からアイスの差し入れあるよって教えていただきました。嬉しい。あ、ヒョウ柄のハートや、ひでまるたん。手紙読むの上手だって、ほんまめっちゃ下手じゃなかった彼。もうさ、途中で申し訳なさすぎてさ、うわーってずっと思ってた。これはあかんと思って申し訳なかった。ひでまるたんからハートいっぱい。公演後のアイスは格別なんよ。え、絶対そう、絶対そう、ってかいつもそう、いただくときいつもそう。こんにちは、こんにちは。ふぅ、寒、ちょっと寒なってきた。さっきめっちゃのぼせたけど今めっちゃ寒いやあね、みんなも体調管理しっかりで。劇場どうやら寒いんかな。乗り過ごしそうやった、気をつけて。なんかキャンマチでど真ん中だとは、ほんまやほんまや、キャンマチって言ってくれとったね。そういえばありがとう、来てくれて嬉しかった。遠いのによかった入れて、ありがとう。お話し会も楽しみ。ピロピロおじちゃんキュンです。夜公演は、あ、島の方の席2列目だ。あ、めっちゃ近いや、マナ君来てくれんの嬉しいありがとう。夜は久しぶりのフルメンなんで。そうなんですよ、久しぶりよね、やっぱそうよな。楽しみですね。今日たくさんレッスンしてくれてありがとう、今日もらいました。いつでもあげるのでまた来てください。コイラブはもう終わっちゃうけどね、いっぱい来てください皆さん。そう、ハラチーム M の公演もお待ちしております。ハニャからハート、ピロピロおじちゃんからもハートいっぱいありがとう。今日は公演の時はね、チムさんからいただいたあのイブサンローランのリップを塗ってたんですよ。ちょっとまた夜も使おうかなって思ってるから見てみて。ちょっと暗めっちゃ暗めの色なんですけど超可愛い。彼に似合ってるかどうかは分からんけどお気に入り。涙袋もキラキラ今日塗ってます伝わる？おはよう、夜公演入るよ、ありがとう。探すね、皆さん来てくださってありがとうございます。見つけたいな、いっぱいアピールしてくださいね。お、クマ、クマからアイスショールームでもアイスもらっちゃった、ありがとう、嬉しい。あー、おいしいありがとう。夜公演入ります、よろしくお願いします。よろしくです、楽しんでくださいね。あ、勘弁してくれてありがとう。そうした、見えます、ほんまにステージから皆さんのお顔もやし、うちわもボードも全部見えていますので、いっぱいアピールしてくださいね。19日入りたいなーでね、来てほしい皆さん。あと何回あるか分かんないけど、俺最後の子選べた、確かにそうやね、ありがとう。見納め、見納めっていうかな、見納めに来てくれて。お疲れって、ここみちゃん、はにゃからハートありがとう、ずっとくれてる、ありがとう。今日はアイスの日だね、ね、ありがたやでございますいっぱい食べちゃう、お腹グーグーです。え、今日お弁当すごかったんですよ。今
おーこうしてこそう、お弁当すごくてね、あの柚子を使った料理だったんですよ、全部のメニュー多分そう入ってるっていうのを聞いた気がする。すごくねスタッフさんのさ愛をめちゃくちゃ感じるなと思って、素敵やなって改めて思いました。いいよねそういうの、ほんまになんかあったかいなって思います。エプサロール高いよね。そう自分では買えないです、なかなか。でもチムさんからプレゼントでいただきました。アイス弁当やばい、他にお弁当あれで、他にご飯も別であるんですよ。豪華すぎへん今日。ゆずちゃんだから、そうゆずはさんだからです。すごいよね愛が、ほんまに素敵って思う。凝ってるね、ねすごいよな、さすがゆずちゃんの日。そうですよ今日はいっぱいこうやってゆずのポーズをしました。伝わってたかな、なんやろって思われてたかな。ゆず弁当、そうそうそう小ラブ公園一度は見に行きたかったねえ、ぜひぜひぜひ、またあと何回あるか分からんけど、これそうだったら来てください。うさぎさんのルームやめっちゃ可愛かった、やったまた着る、ね、プレゼントでいただいたやつなの、これもお気に入り。そうみんなからのプレゼントもまたもらえるようになりたいな懐かしい、なんかすごくありがたかったなって思います。失ってより一層感じるよねありがたみ。そうなるとカレンタの時何弁当なんだ、彼の時ね大体お肉多いです彼お肉好きやからお肉って言っちゃうんです。ハニャからハートありがとう、ずっとくれてる。ピロピロおじちゃんもハートありがとう。キャマとワルの嫌すぎる、ほんまにそう、今日もずっとみんな出てたんですよ、寂しい寂しい、ほんまに寂しいけど仕方ないですね。なんかあれってすごい言葉やなってなんか思って、なんか出会いがあれば別れば別れもあるみたいな伝わる、そう、そういうのなんかあったくない、本かな分からんけど、なんか詩みたいな感じ、そういうのあるじゃないですか。それをだいぶと前にふと思い出してなんか意味深いなって思いましたねえ、何かが始まると何かが終わるからね、続くこともあるけど始まればいつか終わりが来る、なんかそういうのもあったよね。始まるってことはいつか終わる日が来るんだ、深いわ面白い、そういう言葉とか大好きです、面白いなって思う。またお話し会でも顔を出しますので、わっ言ったで絶対来てくださいねお待ちしてます。ピンク要素ゼロ珍しい、レッスン着がここはピンクのやね、ほらダンシングキャットって書いてんね書いてでしょ。音符ありがとう、くまさんありがとう、ずっとくれてる。タンベマーボーさんからお花ありがとうございます。あ、そうあれで前髪切ったんですよ、気づいた前髪切ってん、参っちゃったかな。こんにちはこんにちは、あかりからはペンライト、あかりちゃん、新チーム M の写真買うの忘れてた、あらあらあら、早くゲットしてくださいね。またかわいい、ありがとう、今劇場で発見してきました。おお、じゃあもう会えますね、今日は夕方5時から、今日はっていうか夜公演か、お昼は終わったんですけど、ゆずはさんの生誕祭でした、夜は5時からです。もう言ってる間に始まりますよね。カレンタかわいい、嬉しい、ありがとう、久しぶりに劇場公演でカレンタ見れるの嬉しいねえ、嬉しい、遠いのにありがとうございます、いっぱい目に焼き付けてください、遠い方も近い方もみんなまた劇場来てくださいね。ナンバトルの詳細気になる、それね、ほんまにそう、それもドキドキやわ、今からは公演もドキドキやけど、行きたいって言ってくれてる、いつか来て、
M キャプテン頑張ってね。頑張ります、帰ります。ありがとう、今日も来てくれて。いつも来てくれるね、いろんなところ、感謝です。健太くんからもハート、ありがとう。タンベバーボーさんからお花ありがとうございます。本日1月16日日曜日夜7時30分より NM48 公式 YouTube チャンネルにてナンバトル2ジョです。ジョ発球になるんかな。福顔女子っていいよね。なんかならんかってんけど、可愛くないな可愛くない、切ない。ピロ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 、前行った時カレンタおらんかったからもう一回コイラブ行っときたいなって。来て来て来て。お、健太くんからくまちゃん、ありがとう。丹部麻婆さんからはお猿さんだよお口かわいいなってるよって言ってくれてる、ありがとう、優しいな。僕が可愛いやんってずっと言ってるやんって怒ってるありがとう、ありがとう。夜公演入れるかな。うわ、入れたら来てください。いっぱいアピールしてね。昼公演行って帰り道に梅田駅見に来た、見れた、ありがとう。徳川上手やん。おえー、で公演中よくしちゃうかもってしてるかもアイラブ豚まんとか結構してるかも。見てみてください、見つけてください。ハラピロピロチーム M の公演も楽しみ。おー嬉しい、お楽しみに、頑張ります今絶賛、はい、今絶賛です、考え中でございます。梅田駅見てきたよ、ありがとう。今日までなんですよ皆さん。 NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪、大阪阪急梅田駅合ってるかな、合ってれば大阪阪急大阪梅田駅空間です間違えたな、レッドハリケーンズ大阪阪急大阪梅田駅空間にて、はい、ジャックさせていただいています。もうめっちゃくちゃ大きいさ、ポスターっていうんかな、なんかこう垂れてるやつがあって、そこにもカレン大きくいてるので、あんなにありがたいことはこの先あるか分かりませんので、ぜひぜひ皆さん見てください。今日までとなってますので寄ってみてな、すっごい感動すると思う、大きくて。ありがたいです、そんな経験をさせていただけて嬉しい、貴重な経験です。阪急なのか、そうそうそう、阪急電車乗るさ、あのエスカレート大きい、大きいエスカレーターって多分間違っていくか分かんないけど、エスカレーターがあるところです、本屋さんのとこ。ケンタくんからくまちゃん、ありがとう、またくれてるやん、ありがとう、ありがとう。めっちゃ大きかったでしょ、すごいよな、ほんまにありがたい。阪急見てきたよって、ありがとうございます、手遅れた、全然大丈夫よ、ありがとう。ちょっとバタバタしてて、彼は今からこの後ちょっと15分経ったらちょっと来ちゃいますけど、すいません、来てくれてスーパー嬉しいですよ皆さん。ゲリラやのにありがとうございます。梅田駅大きくて感動したね、もうほんまにそう、彼も感動した、ありがたいです。インスタコメント送りました、ありがとう、コメントしてくれて。 YouTube も昨日更新したので、ぜひぜひ皆さん見てください。ちょっと遅れてごめんね、昨日更新すいません。アップロードっていうのを見たらさ、ん？って絶対間に合わへん時間ちょっとギリギリすぎた、ギリギリまで編集してたらね、ダメでした、すいません。カントリーマームのチョコだけ今日買えたよ、あ、美味しいよね、あの甘すぎないチョコなんですよね、甘いけど甘ーっていう、あ、甘いけど難しい、そう、なんか他と比べるとまだあっさり食べれるのかな、美味しいよね。お疲れ様って、ありがとうございます。お腹空いてきた、ご飯食べて YouTube 撮れたら撮りたい。
で練習もした。麦チョコのようなもの、あ、でもパクパク食べれるっていう意味ではそうかも。 FFF さんありがとう。 YouTube ピロピロチャンネルってやってくれてる。1月19、22、毎週水曜日と土曜日の夜7時更新です。ありがとう。 DMM から応援ありがとう。いっぱいカメラも見るね。あー、褒めてくれてる。週に2回きっちり更新してて偉いよって。ありがとう。ラグビーファンの方がカレンタン可愛いって言ってました。嬉しい。ひなのちゃん教えてくれてありがとう。ラグビーファンの方もありがとうございます。ありがたい。ダメマーマさん、お花お花ありがとう。褒めて伸ばそう原さん。そうなんです、褒められると伸びるんでまた褒めてください。こんにちは、こんにちは。ありがとう、忙しいのにって。全然ごめんね、逆にバッタバタやのにすいません。いっぱいコメントもくれたりギフトまでくださったりありがとうございます。夜も頑張るぞあと何回やるか分からなくてほんまに寂しいから一回一回大切に頑張ります。パセリもありがとう、褒めてくれてる。今日チズさん来れないんだ。あら、チズさんこんにちは、こんにちは。ありがとう、たったよと教えてくれてありがとう。じゃあちょっとランキング読みますね。第13位、コウヘイって書いてある。コウヘイたんかな、ありがとう。第12位、アント、ありがとう。第11位、タルタルタさん、ありがとう。第10位、ひでまるたん、ありがとう。第9位、FFF さん、ありがとう。第8位、アミリーちゃん、ありがとう。第7位、あかりちゃん、ありがとう。第6位、ピロピロヒロシタン、ありがとう。第5位、ハニャ、ありがとう。第4位、タンベマーボーさん、ありがとう。第3位、おしりピロピロおじちゃん、銅メダル、どいちゃん。第2位は、クマ、かっこ大室太郎、クマ太郎、銀メダル、どいちゃん。第1位は、ケンタくん、金メダル、どいちゃん。イエーイ、みんなね、もう参加賞ピロピロ。配信ありがとうって。こちらこそごめんね、バタバタで短くてすいませんが終わらせていただきます。来てくださってありがとう、嬉しかったです。夜も頑張りますね。はじめまして、はじめましてちゃうやん参加賞ピロピロありがとう、来てくれて嬉しかったです。来てくださる方ありがとうございます。公演もお待ちしてます。夜もDMM でも見てくださってありがとうございます。 NM48 公式の YouTube もぜひ見てくださいね。7時半からやったかな。よろしくお願いします。彼もめっちゃドキドキしてる。何発表されるんやろ。バクさんからキャレタコタコチュッチュー10個もありがとう。皆さんありがとうございました。また来てください。ありがとう、バタバタでごめんね。ありがとうございました、嬉しかったです。また来てね。夜公演頑張るぞ。バイバーイ。キュン。